で入れちゃえばいなくなってもいいぐらい。はい。マスター本番よーい。氷入れちゃえゴーお前おこらおら待て待てこらこらそうだ本番よーいスタート。氷入れちゃえたち40代ソロさんはもう嫌だって感じでつけないじゃあつけて外して取んないんだったらつけっぱなしだったらもう大丈夫だよくわかる初めて人生マジで。そう。じゃあこれ使い方わかんないじゃん。わかんない。あ、メスの。いや、上にしとこうかでも、稲垣さんその方が。とても楽しいよ。最高、はい、夏先取りで気持ちいいですね。久々にこういう南の島に来たので二人で来たなんかもう本当に久々だよね。うん、うん、南の島な感じ二人でこうやって来るのない。もう本当に10代小学生と中学生ぐらいの頃で、うん、波打ち際でジャンプして写真撮ってたことです。うん、ほんとそのぐらいぶりかもしれない。まあでも今日は気持ちいいですよ。はい、もうやっぱり今日気持ちいいよね。うん、夏男ですから僕は。僕はちょっとサイクリングをしたいですね。はい、なんか関東周辺でもこうサイクリングコースがすごく素敵な場所があるっていう情報を聞いたので、はい、結構1日とかかけて。香取さんは夏。僕はねこの感じをやりたいね。あ、そう、うん、ちょっと最近なんか南の島の感じないよね。慎吾もちょっとほらヨーロッパの方にさ、そうだね、なんか絵のお仕事で行ったりとか、そうそうそう、ファッションであったりとか、うん、前はほら結構ハワイとかさ、うん、ウクレレとかさあったり。そうだね、久々ですかこの感じは。久々この感じ。でも日本でさ海に行って氷のキンキンのオールフリー飲みたい。そうだね、それちょっと今年の夏はマジでやろう。そうだね、あれはちょっと新発見でしたね。
トンプしちゃって。あー、キンキン。美味しい。まあ、初めて。最高。初めて知ってた？氷入れるって。知らない。ねえ、こ、うんな飲み方があるとは。これいいよ。キンキン。これ本当にいい。キンキンだね。はい、うん。あとやっぱりこの、いいですよね、この暑くなってくるこれからに向けてのこの氷を入れるっていう、それだけなのに最高ですよ、うん、なんかちょっとこう軽い飲み口になったり、時間とともにまた味わいも変わってきて、なんか夏らしいね、いい飲み方。そう、ああ、色が出てくるんだ。じゃあこれキンキンな証ですね、今キンキンな状態です。一貫とかじゃなくてパックのやつとか買ってくれるとついてくるの？マジで？これ？すごいね。僕いつもパックとかで買うから、じゃあいっぱいもらえるじゃん。そうだね。これ終わったらインスタの写真撮っていいですか？いいですよ。こうやって確認するようになった。どういうこと？なんか何、始めた頃は結構普通にゴロちゃんの上げてたら本当にちょっと嫌がってたんで勝手に上げんなみたいな感じで。いやだから今日も一回もだから写真撮ってないよ。なんでこう一緒に撮ろうって言ってこないのかなと思ったの。そうだよ。これ今ちょうどいい。これ終わったらいいですか、ちょっと1枚。いやいや、撮ろうよ、うん、これすごい変化です、僕。本当ですか？だから最近僕のインスタとかストーリーズ、ゴロちゃんほとんど登場してない。あ、だからなの。まあ、だなるべくほらいい写真をさ、上げてほしいじゃないですか。ね、なんかこう目つぶっちゃってる写真とかじゃなくて。それはちゃんと見てますか？それはしないですよ、うん、でもちゃんと加工とかしてくれて。そうです、インスタもかっこよくしてくれてるもんね。これ超変化、うんうん。